僕の方が経験していると思う。自分を奮い立たせるように加山はこう語りました。王座陥落から2年4ヶ月、2階級制覇への挑戦はこれが2度目なるか。2階級制覇、元日本ウェルター級チャンピオンが挑むチャレンジャー加山俊晴。サウンド過激派、まるでゲリラの援護を受けた俺、ライミングテロリスト、俺がシーサーマンぶちかますよ。真実鬼没な音のゲリラ、週末ともなれば街過激なダンソールビーツ、どでかくなら疲れな、サウンシステムユースサウンドキラー、ラフでタフなのレゲエの条件、音楽を楽しむ娯楽の頂点、ラフで濃くあるシーサーの証言、陰をたしなむ高横で挑戦だ、獅子粉塵野蛮なスタイル、スリルを装填する歌詞スタイル、主義主張込めて飛ばすミサイル、男のイズム見せる無差別に食らわすぞライムテロ、リアリティ発行で聞いてろ、嫌味なハート猫引いてろ、お構いなしぶちかますアウトロアンダーガンライムテロアンドサンドゲリラ、翼広げクーデタチャックする東京、暴動に参加しねえか、本気性を心配さえた。暫定王者から正規王者となりました。この初防衛戦に向けても金山節は健在、加山という男のことなど俺が忘れさせてやる、チャンピオン金山俊晴のリングイン。勝てば2階級制覇です。当初は正王者だった河合城也と暫定王者だった金山との統一戦が予定されていました。しかし河合が目の疾病で王座返上、よって金山が正規王者に昇格しました。この試合は正規王者となった金山の初防衛戦。初防衛を目指す金山と2階級制覇をかける加山との対決となりました。さあ今日本スーパーベルダー級タイトルマッチ第1ラウンドの開始です。髪を短く刈り込んできました金山としたる、左のジャブをまずは2足流しました。そして加山も左のジャブで応戦です。ここは相打ち左のジャブ、一瞬加山がにやりと笑いました。いやこれはしかし川島さん好カードですね。そうですね、前半から主導権争いになると思いますね、何しろしかしチャンピオンの金山は17戦して14勝のうち KO 勝ちが12です。ものすごいパンチ力を持ってますからね、金山がこの試合も KO 決着で初防衛を飾るんでしょうか。ただ金山が迎えている初防衛の相手は加山としたる、かつての日本ベルダー級のチャンピオンです。非常に強敵を迎えています。右です、これはかわしたか、緊張を外している金山、
山はね、この右のタイミングというのを当てるタイミングというのは非常にいいですよね。そうですか、このあたりは金山もまさにそのことを話していまして、まあ、加山のことなんか俺が忘れさせてやるよ、そういうアグレッシブなコメントを残しながらも、加山の右のタイミングはいいんだよなと、そういうコメントを金山は残していました。その金山が頭を低くして左のボディアッパーです。今度は右のフック、タイマーワンツーです。左フックカルデレ行きました。チャンピオンの金山、体勢が入れ替わります。左ショータッパーボディへ金山です。向こう側が金山、チャンピオン加山の右のストレートが左の方を捉えました。両者ともこれ川島さん、右は武器となってますからね。そうですね、ハウスパンチは十分あると思いますね、はい、左これはガードしました。加山です。ここはステップバックしていきます。両者の出方というのは川島さんどう見えますか。まだ第一ラウンド立ち上がりですが、いやお互い持ち味を、ね、存分に出していると思いますね、見ていくのかなと思ったら比較的激しく手を出してますね、はい、リードフック、まあ、金山はねこういう展開でいくと思いましたね、僕はね、はい、前に前に出ると思いました、はい、ここもグイッグイッと金山が加山を押し込んでいきます。これ加山が語っていたんですが、チャンピオンの金山は体力があると。おお、あと右左、しかし金山返していった。フックの打ち合いです。まあこの展開だと金山有利ですね。あ、そうですか、と言いますと、やっぱ離れて加山だと思ったんですけど、離れて加山、はい、ほうほうほう、くっついたらやっぱ金山強いですよ、パンチありますしね、加山はその金山の体力という点、これはスタミナという意味ではなくてフィジカル的なパワーのことなんだ、はい、こうぐぐっと迫ってくる力は金山はすごいものがある、そう加山は話していたんですが、今それを感じてるんじゃないですかね。あ、なるほど ね、 これをショート右フックで振り払おうというチャレンジャーの加山です。かつての日本ベルター級のチャンピオンです。カヤマとしてのミドフック、ショートフックです。左の方は捉えたのか、ワンツー、カヤマ、チャレンジャーのパンチです、まあ、不用意にね、金山も前に行くとね、カヤマの右の、ね、餌食になりますからね。あ、それだけのストレート、しかし右のストレート、チャンピオン金山のクリーンヒット、右のストレートです。カヤマもワンツー、見ている金山、最後は左のジャブを出しました。放送席アマチュアさん、この第1ラウンドは10対9、チャンピオン金山のラウンドとしています。第1ラウンドから大歓声です。こちらチャンピオンの金山トシカル、日本スーパーベルタ級のチャンピオン、初防衛戦です。戦績は17戦して14勝3敗、実に 12KO です。一方のチャレンジャーの加山、勝てば2階級制覇になります。戦績は23戦して19勝3敗1分け、しかしこちらも KO 勝ちは11記録しています。ベルター級チャンピオン時代は5度の防衛を成し遂げました。まあ、キャリアという点ではこちら加山の方があるわけなんですが、上り調子という意味ではチャンピオン金山、加山という男のことなんか俺の拳が忘れさせてやる、そう話していた金山。第1ラウンドから激しい動きを見せています。この第2ラウンドはまずはボディーブローから放っていきました、チャレンジャーの加山。しかしチャンピオンも右のフック金山です。右のアッパー、第1ラウンドか、はい、こういう展開だとね、得意の加山の左ジャブっていうのがやっぱ出ないですよね、はい、距離を取りかけます、取れないですね、ここも一旦後ろに下がります。そして右のフックねじ込んでいったチャレンジャーの加山です。そのあたり距離を取ろうという修正はこの第2ラウンドをしてますかね、どうなんでしょう。今のところはしてないですね、まだしてない、ここは右の拳で若干後頭部に入りました。しかし金山という選手はコメントで、そして態度で自分を奮い立たせて勝利を持っていく選手ですからね、はい、そのあたりが金山の真骨頂です。右の拳で牽制している金山もそれに応戦している。左のジャブ金山、金山は今見せた左のジャブ、この左のジャブからタイミングのいい右が金山の武器です。画面の右側、金山は一発の右を持っています。チャンピオン金山、左から右のストレート、このタイミングです。これがチャレンジャーの右、この右ですよね、金山のこの右は非常にタイミングがいいですね。これから左フックですね、タイミングで来る右だけは要注意だとチャンピオンの金山は話していました。ここは左のジャブで相手との距離を取ろうというのはチャンピオンの方なんでしょう。あ、しかし金山の左のジャブが出始めます。しかし金山の右のストレート、一瞬歯を食いしばったチャレンジャーの金山、左から右、これはしかし当たらない、ガードを振りほどいたチャンピオンの金山、左フックです。右のスイングです、ね、今のスイングは狙っていこうというよりも何かこう相手を牽制する意味もあるんでしょうかね。いいですね、森さん、はい、どうぞ。チャレンジャーサイドなんですけどね、
まずチャンピオンがこう頭を下げて前に出てくる、それに一番注意しろと指示を送ってますね。あ、そうですか。で、陣営側はまあ予測はしていたんだけれども、冷静さだけは失わないようにという指示を送ってます。わかりました。チャレンジャーの香山サイドは桜井アナウンサーのリポートです。左のジャブが入りました。チャンピオンの金山、確かにこれ冷静さを失って打ち合いになると、どうしても金山のボクシングになりますよね、川島さんね。そうですね、まあ金山もね、本当に荒削りなボクシングのようですけど、はい、まあ、アマチュアでね、十分キャリアがありますし、うまいボクシングもできるんですよ。もともとはアマチュアエリートですからね。そうですね。左から右、金山はインターハイ優勝、高校選抜優勝の実績を引っ提げてプロデビューしました。抱え込んでいる金山、うまさでも多分負けてないと思いますよ。しかしプロのこのリングでの上でのキャリアは香山の方にまだあります。香山が23戦、金山が17戦です。そしてなんといってもチャンピオンには一発があります。14の勝ち星のうちノックアウト勝利が12。チャンピオンの金山のパンチ力です。まあ、このジャブの交換でね、香山の右クロスというところですね。そして右を思い切り打っていった、花巻が左です。香山のパンチ、終わってたまった。チャンピオンが拳に力を込めた。第2ラウンド終了しました。川島さんの採点は第2ラウンドもチャンピオンの金山としています。10対9です。さて、フジテレビのスタジオからお伝えしますけれども、ヤクシーさん、はい、この1ラウンド2ラウンドどんな風に見てますか？金山がもっとやりにくく頭つけてくるかなと思ったんですけど、はい、チャンピオンの方ですね、この右ストレートも当たってるんですけど、金山の方がですね、はい、ステップインがないんですよね。あ、で右で当たってそのままだし、お互いそうなんですけども、はい、特に金山がステップインで踏み込んでないですね。はい、最近の試合私も見て思ったのは、ジャブから右ストレートワンツーでいい感じで入っていった後にちょっとまた引いちゃう、見てるような、ね、はい、シーンが多いんですけれども、それで凡戦になってしまってますね。そのあたり、また今日も序盤ですけれども、若干そういった気配が見られると思う、ね、だからこれをずっと引きずっていくと良くないですね。さあ、第3ラウンドに入ります。第3ラウンドを迎えます。先に立ち上がったチャレンジャーの香山、2階級制覇を狙います。その香山が右のフックを受けました。しかし香山も右のフックを返していきます。ガードを固めて前に出ようというチャンピオンの香山、左のストレート、右のストレート、ロープ際に一瞬詰められました。チャンピオンの右、チャンピオンの右、そしてもう一回右で追いかける香山は、ここはステップバック。チャンピオンがこの第3ラウンドチャンスをつかむか。左のアッパーボリューを狙っています金山です。距離がなくなっています。距離がなくなるとチャンピオンのボクシングと川島さんの指摘。今のところね、金山の作戦通りですね。作戦通りですか。第1ラウンド第2ラウンド放送席、川島さんの採点では10対9です。これがその金山のここまで その距離が詰まっているという部分がこの10対9で表れているわけですね。そうですね、まあ有効打も、ね、結構多かったですから、はい、まあ、それにつなげたんですけどね、本当に金山は右、離れて右です。金山は距離を取りたい、右のストレート、ちょっと目腫れましたね。そうですね、左の目がちょっと腫れてます、チャンピオン金山の右をもらっています。チャレンジャーの香山、しかし香山も右のフック、ここは右ナッパー、左フックを返したのはチャンピオンです。頭がつきます。この距離だとどうしてもチャンピオンのボクシング、右ナッパーです。森さん、はい、赤コーナーチャンピオンサイドですが、非常に金山落ち着いてますね。そうですか、はい、手数も出ていますし、とにかくガードを上げて大振りするなというセコンドのコメントです。わかりました。チャンピオンサイドは八馬アナウンサーのリポートです。まあ、確かに大振りして一発に頼るようになると金山の悪い面が川島さん出てくるんですよね。うん、そうですね、どうしてもそのパンチで頼っちゃうというところはね、はい、ちょっとまあ悪い癖だと思うんでね、そこはキャリアなり何なりね、押し切ってほしいですね。まあ、そのあたりもあって、実はチャンピオンの金山は過去3回タイトル出しに失敗してるんです。4度目の挑戦でもぎ取ったチャンピオンの座です。もともとは暫定王者でした。正規王者の河合条也との統一戦が予定されていたこの試合、しかし正チャンピオンの河合条也、目の疾病により王座返上、この試合は金山の初防衛戦となりました。左フックです。このサウスポーにチェンジするところも金山の一つのね、作戦ですよね、スパーリングでよく使ってたんですけどね、このサウスポーになっていきなり左ストレートとか ね、 あ、なるほどね、スパーリングパートナーに決まってましたね。あ、そうですか、右だけではないというこのチャンピオンの金山、右から左、ここは金山のパンチです。しかし後ろには全く下がりません、チャンピオンの金山。金山ラウンドによって作戦を変えてるんですよ。1ラウンドは前に出る、2ラウンドは足を使って、ジャブを使ってボクシングをする、3ラウンドはまた前に出てますからね。なる
これは作戦ですか。はい、ラウンドによって変えてますね。なるほどね、ともするとこうがむしゃらに前に出てくるだけの印象があったかもしれない金山なんですが、このあたりは計算してるんでしょうか。チャンピオンの金山、左の打ち合いです。ここは一旦距離ができた。しかしガードをきっちりと固めています。チャンピオンの金山、ミオスク、金山のパンチです。第3ラウンド終了しました。このラウンドの放送席、川島さんは10対9チャンピオンのラウンドとしています。フジテレビ CS739 をご覧の方々にはフジテレビのスタジオから薬師寺さんの解説もお聞きいただきますが、ちょっとチャレンジャーの加山の左目が腫れてきましたか。ちょっと徐々に腫れてきてますね。というのはやっぱり金山の右をもらってますね、この右を、はい、それでこれまだね、ラウンドも早いんで、腫れてきますね。腫れの状況というのも目の下側がこう上に膨らんでくるような感じで腫れ始めましたね。そうですね。あそこまたこう今みたいなパンチをもらってるとどんどん腫れてきますね、はい、これは試合に影響というのはどうですか。出てきますか。やっぱりオーソドックスなんで前の目なんで、はい、非常に大きいですね。あそうですか。体が開いてきますからね。あ視界もだいぶ見えなくなってくるような状況に、うんですね、追い込まれないといいんですが、さあチャレンジャー加山の左目、第3ラウンドでご覧のように腫れてきました。第4ラウンドを迎えます。左のボディから入っていきましたチャンピオンの金山。紺のトランクに金で金山という自らのリングネームが刻み込まれています。ここは金山に対してバッティングでしょうか、注意が与えられますが、しかしこれが金山のスタイルです。チャレンジャーの加山は足を使ってこの金山の圧力をさばく練習をしてきたというんですが、そのあたりはどうですかね、川島さん、どう見えますか。そうですね、思ったよりね、そのプレッシャーっていうのは強かったんじゃないですか。あそうなんでしょうかね。こういう作戦に切り替えるしかしょうがないっていう感じだと思いますね、はい、チャレンジャーの加山はこのチャンピオンの金山をして、とにかくパンチのパワーはこのクラスでも一位なんだ、加えてその体力、フィジカルパワー、押してくる力というのはこれはものすごいんだとチャレンジャーの加山は話していました。そのパワーをこのまでの3ラウンドは受けている形、チャレンジャーの加山。確かに加山の目の周りが腫れてきました。左のショートフックです。チャンピオンの金山、このラウンドはね、金山左ジャブ中心に攻めてますね。そうですね、無理に出てないですよ、はい。まあ、そこら辺はスタミナ配分もあるんじゃないですか。ラウンドによって変えていくっていうボクシングですね。うまいですよやっぱね、そこら辺は。金山のその一つの不安点としてはですね、はい、過去3度タイトル出して失敗という、まあ、盲点がある。スタミナという点では、ね、金山ちょっと不安なんじゃないかという声も上がってるんですかね。うん、まあでもね、これだけキャリアありますからね、キャリアでも補いますよ、はい。右のストレート、ボディー入っていった。チャレンジャー加山のパンチです。右のストレート、これは軽くヒット、まあ、ボクシング運びというかね、それは上手いですやっぱね、はい、金山。相手にしている加山はかつての日本ウェルター級のチャンピオンです。あ、挑発している、金山が挑発している。さあ来い来い、チャンピオンの金山が追いかける左のフックです。加山も左右のフック、あ、しかし余裕の表情になってきたか、チャンピオンの金山。ガードを高く上げている、迎え撃つか効果、相手を見切ったか、余裕が出てきたか、チャンピオンの金山。暫定王者から正規チャンピオンになったチャンピオンの金山、これが初防衛戦です。左、加山も右を伸ばしていきます。加山も左ジャブが当たらないとね、ボクシングちょっとできないですよね。そうですね、攻めあぐれてますね、今のところね、はい、左から右というのが加山のボクシングです。右クロスもね、首で受けられてるんですよ、ヘッドスリップでね、だからちょっとうまく決まってないですよね、加山の右ストレートも。1ラウンドから2ラウンド、2ラウンドから3ラウンド、おっと左から飛び込んできた。それを体を飛ばして、さあパンチを仕込んでいくドリンクロー。しかし加山は一発でこのコーナーを脱出しました。ここはスイッチしていきます。右のフックです。残り10秒を切りました。第4ラウンド、左フック、左アッパーはボディへ、チャンピオン加山のパンチです。左右のフック、チャレンジャーの加山、後ろに下がる加山、前に出る加山。第4ラウンド終了しました。このラウンドは川島さんは10対10のイーブンとしています。確かにまだ試合は序盤なんですが、3ラウンドまでの勢いを一気にここは第4ラウンドでつなげてくるかと思われたチャンピオンの金山ですが、どうなんでしょうね、柏さん、比較的冷静ということなんでしょうかね。冷静だと思いますよ、非常に冷静だと思います、はい。結構ね、慌ててるように見えて結構自分は落ち着いてるんですよ、はい、こういう時ってね。そうですか、
しかしこの第4ラウンドは川島さんは10対10としましたが、はい、まあ、あの加山の頑張りを、ね、少し取りましたね、右ストレートね。ただ印象はどうしてもチャンピオンですね、ここまではね、うん、そうですね、流れ的にはもう本当にチャンピオンだと思います、はい、ラウンドファイリング、第5ラウンドを迎えます。放送席川島さんの採点では1ラウンド、2ラウンド、3ラウンドとチャンピオンの金山10対9、そして第4ラウンドに入って初めてイーブンとしました。しかし全体的な印象ではチャンピオンがペースをつかんでいる。そんな感じ、来ましたね、前に出た、さあガードを固める、耐えば引いたか、耐えば引いたか、チャンピオンチャンス、チャンピオンチャンス、リーナッパーです、ロープに詰められた、ロープを背負っているチャレンジャーの耐えば、ロープ際から脱出できない、小さなパンチをまとめて、さあフィニッシュブローを狙っている、リーナッパーボディーを狙った、左を伸ばして右のフック、チャンピオン耐えばのパンチ、さあチャレンジャー耐えばピッチ、ロープから脱出できない、コーナーから脱出できない、レフリーが止めた、ソミルヤ一気に前に出てラッシュを固め込んだチャンピオンの金山、かつて日本の頂点にいた加山を5ラウンドで仕留めています。TKO タイムは5ラウンド59秒、チャンピオン金山が加山を TKO で下しました。今金山の腰にベルトが巻かれます。実は金山の手元にベルトが届いたのはつい先ほどのことなんです。前王者だった河合の突然の返上で間に合いませんでした。今日勝たないと一度もベルトを持ち帰ることなく終わってしまう試合だった金山の初防衛戦、見事日本スーパーウェルター級のベルトを腰に巻きました。勝ちました金山俊彦選手には勝利者賞といたしまして、イベント協賛スポンサーキリンビバレッジよりキリンアミノサプリ1年分が贈られます。場内の大歓声を受けます日本スーパーウェルター級のチャンピオン金山俊彦。さあそれでは最後のシーンです。この右も良かったですね、キャブに合わせての右ストレート、はい、いい角度で決まりましたよ。これで実に15勝 13KO ですよ川島さん、はい、すごいですね。ここで軽く打つんですよね、相手の舐めたようなね、はい、もうあとはフィニッシュを狙ってましたね、はい、さあそれではリング上初防衛を成し遂げましたチャンピオン金山俊彦選手、その喜びの声を8チームアナウンサーに伝えてもらいたいと思います。ありがとうございました。見事初防衛を果たしました金山俊彦選手です。おめでとうございます。ありがとうございました。見事なテクニカルノックアウト勝ちでした。はい、分かりました。今の感想は、加山さんの応援で北海道で、俺の応援で九州、あの日本の端っこからわざわざ応援来てくれてみんなありがとう。非常に落ち着いた試合運びでしたが、どのようなことを試合中考えてましたか。いや、アマチュア最強だと思ってるんで、アマチュアのやつらはあの高校の時からずっともう学校として教えられるんですよ。それで埋もれていってるやつがすごい多いんで、アマチュアの代表として絶対負けられないなと思ってました。そして今後このベルトをどういうふうに防衛していきましょうか。まあ来るものは拒まず、はい、じっくりやっと4度目で、正直に言えば5度目ですね、やっと腰に初めて巻いたんですけど重かったなと思ってんで人にあげれないですね、はい、今回初防衛を果たしたことで初めてチャンピオンという実感が湧いたんじゃないですか。はい、ずっと巻いてなかったんですけど今終わって初めて巻きました。
はい、そして吉野博之選手、はい、挑戦という話もあるかもしれません。あ、そうなんですか。全然知らなかったです。それは全部そっちは全部ジムが決めることなんで、自分はもう黙々とやることやるだけなんで、全部会長にお任せします、はい、それでは今日後楽園ホールに詰めかけてくださいましたファンに一言お願いします。